ゴシエム軍は、アメリカ合衆国ワイオミング州にある軍。2005年の推定人口は12,243人で、軍庁所在地はトーリントンである。ゴシエム軍は1911年に組織された。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積5,781平方キロメートルである。このうち5,764平方キロメートルが、 陸地で18平方キロメートルが水面である。総面積の0.31%が水面となっている。五ム群の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この群は12,538人、5,061世帯及び3,426家族が暮らしている。人口密度は2平方キロメートルで1。 平方キロメートルの平均的な密度に5881件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人93.83%、アフリカン・アメリカン0.20%、先住民0.86%、アジア系0.20%、太平洋諸島系0.12%、その他の人種3.65%、及び 本決1.14%で人口の8.83%がヒスパニックまたはラテン系である。人口のうち38.2%がドイツ系、10.24%がイングランド系、8.0%がアイルランド系、同じく8.0%がアメリカ系移民の子孫である。5061世帯のうち 28.60%は18歳未満の子供と暮らしており、56.70%は夫婦で生活している。7.70%は未婚の女性が接待種であり、32.30%は家族以外の住人と同居している。27.60%は独身の居住者が住んでおり、13.10%は65歳以上で独居である。 一世帯あたりの平均人数は2.38人であり、家庭の場合は2.90人である。軍内の住民は24.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.40%、25歳以上44歳以下が24.30%、45歳以上64歳以下が24.80%、 および65歳以上が17.30%にわたっている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は98.90人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は95.00人いる。この軍の世帯ごとの平均的な収入は32,228米ドルであり、家族ごとでは4297米ドルである。 男性の27,713米ドルに対して、女性は17,584米ドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は15,965米ドルである。人口の13.90%及び、家族の9.70%は貧困線以下である。 18歳未満の16.30%及び65歳以上の12.50%は貧困線以下の生活を送っている。都市庁国勢調査指定地域その他、ワイオミング州五千群の基礎情報、全国カウンティ協会、2008年9月12日閲覧、アメリカ合衆国国勢調査局、2008年11月10日閲覧、ありがとうございます。